辛坊治郎サンデーキッス7時台はゲストをお招きして様々な分野のお話を伺ってまいります。さあ今日は来週ライブハウスデビューが決まったというちょっとだけ新型コロナウイルスに詳しいピアニスト宮澤隆行さん2回目のご登場です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。嬉しい、よろしくお願いします。ピアニスト、ピアニスト、はい、あのライブハウス、そうですね、どこで、京都ですね。どんなライブハウスですか？なかなかおしゃれなライブハウスで、結構前衛的な音楽をやったり、前衛的な音楽をやったり、踊りをやったりと、踊りをやったり、何人ぐらい入れるとか？そうですね、60、70ぐらいは入れるんじゃないですか。でも今40人ぐらいで抑えてるんじゃないですか、ね、そこで何やるんですか？ですね、猫自慢見ましたよ。見ました。猫自慢ピアノ食堂ですよ。ピアノと猫自慢とトークのイベントらしいですよ。そうです。呼ばれてピアノ弾いてくださいって。何曲弾くんですか？今のところ4曲ぐらい考えてるんですけどね。練習は終わってる？終わってないです。何でそんな嬉しそうなんですか？いや、全然終わってないです。いや、ピアニストを招きするにあたって、はい、やっぱり曲弾いていただかないのが、いや、そんなことはない。こうやって言ってたら、いや、どうも事前の話では、今日はピアノないですからって言われてたんですけど、なんか最初の1時間やってる間に、なんかこのスタジオ内にピアノがセットされてですね、電源も入って、どう思えばいつでも弾ける状況になってるらしいですよ。いや、困るな。あ、今もう立ち上がる気満々。いや、違う。だって、今、腰浮かした。いや、だって、この前2回弾いて、もう持ち曲ないですよ。アンプしてる曲ないですよ。だって今4曲あるって言ったじゃん。4曲だけど、楽譜がなくて、今楽譜持ってるの、今。持ってんのかい？いや、持ってるけど、譜読みしてるところやから。譜読み？まだ弾けてない、あの月光ちゃん。そうね、そうね。ソナテ。なんだこれ。ソナタ。昔弾いたんですよ、これ。ウナファンタジア。月光。アダジオ。アダジオ、ソステヌート。何語ですか、これ。イタリアですかね、わかんないですけど。アダジオ。タタ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 。これイベントは来週の木曜日？そうですね、来週の木曜日ですね。もともとね、そこをよく行ってたんですよ。それでコロナでここ応援しなきゃいけないってことでトーク番組とか出てて、でその後去年の12月に、僕の研究室15周でパーティー開こうと思ったら開けなくて、なんかコロナでしょうがないから、僕せっかく箱を押さえてたんで、企画ライブやったんですよ。で、そしたら次僕出演依頼が来て、依頼が来て猫自慢もできるし、もう楽しいイベントじゃないですか、宮澤さんにとっては。そうですね。先生、今これ A4 版で4枚ね、楽譜がありますが、ここまでなら弾けんじゃないですか？どこまで？1枚、まあ1名、1枚だけ。あ、1枚だけならね。じゃあどうぞ。今ですか？今ですよ、それ。こういうのは早めに終わっちゃったらいいんですよ。ちょっと待ってください。はい、はい、わかりました。今ピアニストが楽譜を弾けないですよ、はい、楽譜を持って、今ピアノの前に移動しております。はい、3連符がずっと並ぶ、はい、この曲でありますから、聴いた瞬間に あの曲だとわかるはずですけれども、それではお願いいたしましょう。はい、どうぞ。いや、それ違うし、猫踏んじゃいます？あれ大好きな猫なのに。それ違う。ほら、ピアニスト、真面目に弾く。もうそのくらいで、そうですね、勘弁してください。音が小さすぎて音声さん困ってましたよ。そうですか。ベートーベン、ピアノソナタ、月光、はい、第一楽章、もうやめましょう、はい、いうことでございました。これ練習しなきゃいけないんです。これ5月までにやるんで、これでもね、いや、全部弾くのは無理でしょ。全部は弾けない、一楽章だけ。これで来週間に合いますか？間に合うんですか？間に合うんですか？これ5月です。あ、これは弾かないんですね。はい、5月です。あ、弾かない楽譜を持ってこられた。今日ピアノのレッスンだとさ、これね、途中からとんでもなく難しくなるんですよ。
そうですか。いやいや、素晴らしい。何もう会えないんですよね。会えない言うな。みんなが言う。もうみんな人のことを知ると思うんだね。知ると思ってんだよな。そう簡単にはくたばらないですよ。だけど分かんないですからね。まあ ね、そうですけどね。まあ、運命ですからね、これはね。そうなんですよね、ベートーベンで、ね。これが最後かって、最初があれば最後があるんだけど、これが最後でしたかわいそうに笑いながら、すごい笑いながら、かわいそうに。どうですか、その後、大学内での扱いは。まあ、すいません、逃げ回ってますけど。逃げ回ってます。逃げ回ってる、はい、どんな状況なんですか。毎日研究室には行ってる。研究室で何やってるんですか。研究室でいろいろ研究の指導をしております。はい。誰がどんな研究してるんですか、今。ですね、今はですね、めちゃくちゃ面白い。あれ、前言いましたっけ、これ。聞いてない。大昔のですね、ウイルスの研究をやってまして、うん、で、大昔の前までは2500万年ぐらいまでのウイルスだったのに、うん、今1億年ぐらいまで遡りまして、1億年ぐらい前のウイルスの研究と、それから2500万年ぐらい前のウイルスの遺伝子制御について研究してます。意味がわからないですよね、はい、遺伝子制御。遺伝子制御、あの配列情報は、うん、残ってるわけですよ、はい、あの僕らの体、うんうんうん、まあ、いろんな動物の体に。だけどそのウイルスがどういうふうにウイルス増やしてたのかというものが、うん、なんと分かってしまったという、うん、ですよ。とんでもなくすごいことなんじゃないですか。今の、まあ、今レトロウイルスっていうのが流行って出ますよね、エイズとか白血病とかある。レトロウイルスね、うん、でそれの制御とは異なる制御方法をしてたということが分かった。今のウイルスとまた全く違うんですか。似てるんですけど、うん、似てるんですけど制御機構が違うって、どうしてなのかちょっとよく分かんないですけど、うん、その辺を今研究進めてる。そうですね、今論文投稿機能したところですかね。へ、なんか本をお書きになってる。そうです、本を、まあ、あの文壇は結構書いてたんですけど、初めて短調は。あ、そうですか。はいはい。あ、いつ発売ですか。4月の19ぐらいだったかな。4月の19日、どこの出版社から何という本ですか。PHP っていう。あ、PHP ですか。京都の出版社ですね。あ、そうですね、はいはい、ちなみに PHP の、4月号、 PHP って雑誌がありますね、はい、印刷200いくらで、はい、あの小さな雑誌ですけれども、あの松下幸之助が PHP 作った時のまあ、精神を今に伝える雑誌なんですが、この PHP の関東の一文、私のインタビューですから、今の最初のやつ、はい、ます、はい、心が強くなる小さな習慣とか、なんかそういうタイトルだと思います。今僕の雑誌ですね。心強くしたい。その PHP から4月の19日に何というタイトルの方ですか。それがですね、タイトルがですね、はい、決まってないっていうかね、今仮タイトルで正直者のウイルスが抗議ってなってるんですけど、でもこれちょっとまたアンチに絡まれそうじゃないですか。何が正直者やって。いいですね、アンチに絡まれりゃ絡まれるほど本は売れるんですよ。あ、で今ちょっと揉めてまして、でいろいろね、ウイルス学知らんけどとか、なんかいろいろ候補挙げたんですけど。知らんけど。あとね、ウイルスどんぶりとかね、ウイルスどんぶりと全部却下されました。ピアニストの語るウイルスの話でいいんじゃないですか。あ、ね、ね、あの最初のページにちょっと楽譜載せたりして。なるほど。それでピアノ弾いてるところをあのカバーに写真つけましょう。なるほど、ピアニスト、うん、ピアニストが語るウイルス。なるほどなるほど、わかりました。ちょっと PHP、どんな内容なんですか。これがですね、いや結構面白いんですよ。あの、目次見ていただければいいんですけど、あの、まあ、第一種は次に来る可能性がある動物界のウイルスですね、うん、あのどういうウイルスが次来るのかと、うん、で、人はウイルスと共に暮らしている。そもそもウイルスとは何と。で、ウイルスとワクチン。まあ、この辺はコロナですね。で、次、生物の遺伝子を書き換えてしまうレトロウイルス。人の胎盤はレトロウイルスによって生まれた。生物の進化に貢献してきたレトロウイルスっていう、これ最後ですけども。最後はですね、もうはちゃめちゃになってますね。恐竜の話も出てくるし、宇宙の話も出てきます。はい、なかなか面白そうです。面白いです。買ってください。なるほど、気になってきました、初の短調というか、ね、短調ですね、はいはい、でその前に、4月の1日に、もう一冊小学館から出まして、でこれは小林義則さんとの対談で、はいはいはい、コロナ脳なんですよね。あ、ちょっとやばいタイトルなんですね。それは結構アンチから
付け狙われそうな感じですね。そうですね。いや、いろいろ大変で。でもやっぱりちょっと異常な人多いですね、今ね、コロナに関してはね。そうですね。まあ、真面目な論議ができない、例えばワクチンに関してもね、僕たち真面目な論議をしたいんですけど、ちょっとでもネガティブなこと言うとボロカスに言われてしまうので。わかりました。じゃあ今日はですね、はい、そのワクチンを中心に金田先生に語っていただいて、これ言いにくいことばっかりなんですよ。じゃあ言いにくいこと全部喋って帰ってください。はい、一応私がここでですね、聞いてて、はい、これは放送にふさわしくないと思ったらここで P 入れますから大丈夫です。そうですか、はい、横でね、どうぞ。何が言いたいですか、今現行昨今のワクチンの報道に関して。あ、ワクチンの報道に関して、いやこれね、本当難しくて、ワクチンで収まるのか収まらないのかっていうことがあるじゃないですか。で、皆さんすごく楽観視されているんですけれども、本当に収まるのかっていうのがちょっと僕にはわからないっていう、ね、それは、まあ、実際のところ誰もわかんないでしょ、うん、で、まあ、イスラエルの状況とか UAE、うん、の状況を見ると、まあ、そう結構ね、900万ドーズ、国民888万に対して900万ドーズ打ったけども、感染者2500人ぐらいまだね、ですので、集団免疫達してないような感じもしますね。なぜなんですかね。わかんないんですよね、本当に。なんか、まあ、ワクチン打った人は効いてるって話なんですけども、感染者はそんなに減ってないですね。UAE もそんな感じで。とすると、まあ、まあ、日本と、まあ、UAE とか、イスラエルとか状況違うと言っても、日本も相当数の人が打たないと集団免疫は達しないっていうことになってしまうのか、それとも 1,2 割打てば OK なのかっていう。さっき あのイスラエルのケースですが、ドーズっていうのは、まあ、1回打つことをワンドーズですよね、はい、そうすると2回打ちだとすると、半分ぐらいの人が接種してるって感じですか、計算で言うと。そうじゃなくて4割ぐらいじゃなかったか。4割ぐらいですか、はい、4割、ワクチンを打った状況の中でなかなか集団免疫ができてるようには見えない、うん、あのところ、まあ、遅れてくるっていうことかもしれない。2回目接種してまたしばらくしないとちゃんと免疫つかないのかっていうことですかね。その辺がちょっとよくわからないんですけれども、あとは、まあ、まあ、昨今話題になっている変異型ですよね、うん、変異型がワクチンをすり抜けてしまう可能性があって、でこれは動物のワクチンでは、コロナのワクチンでは普通に起こってるんですよ、うん、特に鶏のコロナは、うん、この、変異種っていうか、免疫から逃れてしまうウイルスが出てきて、これはイタチごっこであると、うん、どうなんでしょう。前ね、先生いらっしゃった時に、まあ、目玉焼き理論っていうのをお話しされてたじゃないですか、はいはい、まあ、基本的に私もアグリーの面がたくさんあるんですけども、もう一つの考え方としては、うん、あれは先生がこの間おっしゃった目玉焼き理論っていうのは、一つの感染しやすい集団があって、うん、そこが全部感染した段階で一旦その集団において集団免疫のようなものができて、でまた次の集団で別の観点で新しい集団で、まあ、燃え広がるみたいな形で、うん、そこが一定程度燃え尽きるとまた次の集団でっていうことの繰り返しになるのかなっていう感じを受けたんですけども、うん、それは感染する側の事情であって、はい、ウイルスの側の事情を見た時に、うん、結局ウイルスがちょっとずつ変異した時に、最初のウイルスではこういう頭カーブで山になりました、うん、それで一旦集団免疫みたいな形で収束したって、でワクチンの変異種においてまた次の山ができて、でまた変異種において次の山ができて、で次の山ができる理由として、変異というのは日本でいうといわゆる第1波第2波第3波という3つの山がありますよね、うんうん、まあ、おそらく第1波の山は新聞に出ているグラフより相当高かっただろうということは想定できるわけですけれども、この1つ目の山、2つ目の山、3つ目の山を作ったもともとがウイルス変異ではないのかという考え方はないんですか。第1波と第2波は武漢型とヨーロッパ欧州型ですよね、これも確実に同じものだということがもうそれ証明されてるんですか。いや、同じじゃないんじゃないですかね、うん、あ、そういう意味か。ウイルスの1回目が武漢型で、うん、2回目がヨーロッパ型、で、ね、3回目は3回目は、3回目はですね、これは第2波と同じじゃないですかね。で、今問題になっているのはその入れ替わりができている、まあ、今最近は南アフリカ型だな、ね、イギリス型だな、ブラジル型だな、はい、
もあな何個あんのっていうぐらい最近出てますね。はいはい、これね皆さんちょっと誤解というかちょっとあの変異種とか変異株の定義がちょっと定まってないですよね。それでおそらくあの特定の変異に着目してこの変異が入ってるやつを変異種変異株と呼ぼうという話で、で他にもいろんな場所に変異が入っていて、まああの重要なとこ以外にもいろんなとこに入ってて、でそれでまあ、南アフリカのあの系統の中でここで、ね、この特定の位置が入ったやつを南アフリカ型とか、イギリス型とか呼んでるんだと思うんで、そうするとですね、すべての国で変異種はありえますよね。つまり、ウイルスのバリエーションとしては報道されてるよりもはるかに高い小さな変異を含めるととんでもない数のいろんな種類のものが世界にはあるんじゃないのと思うんですけど。そうですね、それぞれの国で、メジャーになっていくんですけど、どん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 感染広がって、はい、どん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 あのバリエーションが広がっていくんですけども、そのバリエーションの中でまた特定のものが選ばれてまた広がっていくって感じなんですね。それ何度も何度も繰り返してる。今おそらく日本で流行っているのは東京型ということになる、あるいはもしかしたら歌舞伎町型なのかもしれないですけども、2週間に1度ぐらいのペースで変異していく、それはですね、実はですね、もう毎日変異してるって言っていいと思うんですよ。毎日変異してて、でその中で、どれが生き残るかのレースをやっているわけで、でそれがあの、まあ、2週間に1度ってことになってくると思うんですけども、毎日っていうのは人にこう当たった瞬間にもう変異してる。でもうあの体の中に入ってどんどん増えてる間に、体の中でどんどん変異のやつバリエーションは増えてきます。自分のそう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 自分に合うような感じで変わっていって。そうでしょうね。それであのその中でその体の中で一番フィットしたやつがまた、あのその人のタイプ、まあ個人個人によっても違いますし、その個人の中にもたくさんの種類はあるはずです。ただ集団の中でどれがメジャーになるかって話ですね。なのであの変異種ができるというのは当たり前っていうか、もう当たり前すぎるほど当たり前なんですけど、あのそれをあの名前をつけて何々型何々型って言ってるんですけど、例えばイギリス型だったってイギリス何型イギリス何型ってどんどん増えちゃいますよね。それでも報道も含めて不信感があるのは、去年の12月に盛んにイギリスで変異がイギリス型があの新たに生まれて、それがあのメジャーになりつつありますみたいな報道がありましたよね。で、おそらく多くの日本人で毎日ニュースを見てる人の中にも、その後イギリス、あの時イギリス型は 1. 点何倍の感染力があって、重症化率も 1. 点何倍、死亡率も 1. 点何倍ありますよみたいな話が報道されたんで、となるとものすごい勢いでイギリスで感染が爆発してると思ってる人が大半だと思うんですが、現実に1月2月でイギリスで何が起きたかというと、イギリスの感染者ってピーク時の1割ぐらいまで落ちてますよね。そうですね、そうです、今上がる兆候ないですね。だけどあんだけ感染力も重症化率も高いウイルスがイギリスで流行り始めましたって言っといて、そこから2ヶ月も経たないのに、2、3ヶ月なのにあの感染が10分の1に減ってるってどういうことって素朴に思いますよね。はい、あのだから皆さん勘違いされてるんですけども、感染が収束する時期っていうのは本当に感染が収束していくわけで、でそこに変異種があってもそれを感染収束をひっくり返すだけの力はないですね。だから 1. 点何倍って言っても 1. 点何倍じゃあの感染あの逆転はしないです。で今も日本でもう一回あの第4波のすごいやつが来る変異種で来るっていう、それは多分ないんじゃないんですか、しばらくは。それを逆転させるだけの力はないはずですよ。あのね、それで言うと緊急事態宣言のおかげで感染者が激減してます、このまま緊急事態宣言を続ければ、今300人が200人になり100人になり50人になります、そういうおそらく発想で2週間緊急事態が再延長されました。現実にどうなっているかというと、この1週間ぐらいの感染者、東京における陽性者はむしろ増えたりなんかしてます。はい、あの緊急事態宣言のおかげで感染者が減ったんだという人からするともう説明できない状況に今なっているんですけど、これどういうふうに見たらいいんですか。そもそもがですね、緊急事態宣言で下がったのか下がってないのか検討するって言ってたのに検討してないのが大きな問題で、データとしてはですね、もうあの12月の20何日かにピークアウトなんですよね。でそこから猛烈な勢いで下がっていったわけですよ。それから緊急事態宣言入って
って、でそこからほぼ同じぐらいのスピードで下がっていったので、緊急事態宣言の影響で下がったっていうデータは僕はどこにも見当たらないと思うんですよね。ですので緊急事態宣言を続けてもですね、あんまり意味はないと。でその次にね、下がったらまた上がるっていうのはこれしょうがないことで、ある程度ね、うん、で僕らもこれ波っていうのは何回も何回も繰り返してて、本当にで次の波来るはずだと思ってたんですけど、今のところですね、わずかな波が来てますね、地方において。でも本当に低い波なんで、それが大きな波が来るって兆候は今のところ見られないですね。でこれを気の緩みだとかっていうのはちょっと間違ってると思いますね。同じですよ多分。いやでも同じ京都大学のとある先生の発言なんかを聞いてると、いやここ緊急事態宣言の継続によって、500人まで落とすと数ヶ月以内にこのぐらいまた再上昇します、200人まで落とすと次このぐらい後に、また再上昇しますっていうようなモデルをこう計算してる先生いるじゃないですか、はいはい、現実問題起きてることと相当乖離してるのに、そういうことを言い続ける理由は何なんですかね。わからないです。彼らに聞きたいのは、じゃあ去年のね、緊急事態宣言終わった後にどんどん下がってたのどうやって説明するんですかと、そこをそちらの数理モデルでどうやって計算するんですか。そうですね、第2波は緊急事態宣言も出さず途中から、GoTo キャンペーンも始まり、うん、でも感染者激減してますが、うん、それはどういうふうな理論に基づくんですかって話ですね。そうですね、その計算式を教えてください。どうして同じ大学にいるのに先生に言わないんですか。向こう体でかいんでちょっとそういうことそういうことね。負けたとジャイアンみたいな感じ。そうですね、どう考えても負けですね。別に体の関係ないでしょ、ね、聞きたいことは何でも聞いたらいいでしょうし。空手でも習いますか。空手で対抗できるような体格差じゃないですよ。無理です。どうぞ。で、ね、今回そのキスナーの皆さんに宮沢先生への質問を募集してまして、はい、先ほど出た編集についての質問があったので、うん、それだけちょっと質問させてください、はいはいはい。質問ですが、マスコミは今度は変異株で騒いでいますが、どの程度恐れるべきなのでしょうか。医療体制が盤石であれば心配ないのでしょうか。コロナ対策の医療体制に不備があるから恐れているのでしょうかという。なんかね、1.7 とか2倍とか、まあ、いろんな倍数でなんかビビってるようなんですけども、まあ、イギリスとかをデータ見ていただければ、さっき言ったように判定するとか、ミクロで見た場合とマクロで見た場合ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけどね。その辺がちょっとよくわかんない。とにかく計算上なんか 1.7、うん、例えば 1.7 とすると、例えばR 実効再生産数ですかが上がって1を超えてしまうというふうなことでビビってらっしゃるんだと思うんですけども、それはどうもないんじゃないですかね。だから次流行る時にスピードがちょっと早まるかなっていうふうに思ってるんですけど、次の上昇期ですね。なぜ早まるんですか。で、感染力が強ければ角度は少し上がるかなっていう。でも下がってくる時にはそれひっくり返すだけの力なさそうなんですけどね。なので今のところ僕はそんなに怖いと思ってない。そもそもね、イギリスのデータをそのままね、イギリスとか海外のデータをそのまま当てはめることが可能なのかっていうのもよくわかんないし、例えば重症化率だって日本人に本当重症化しやすいのかなんてまだ全然データ出てない。今のところ変異株で重症化したっていうニュースはあんまり聞いたことないしね。若い子に感染しやすいっていうのはなんか言ってる人もいますけど、でもその若い子がね重症化したっていうのを聞いてないですね。データが出てない以上恐れるべきかどうかっていうのはからない、ちょっと恐れすぎだと思います。僕、断言はできないんですけども、やっぱりこれ季節性のコロナウイルスと同じ挙動を示しているので、これがですね5月6月7月と急激にぐわっと上がってくるのは僕にはちょっと想像ができない。そういう姿を想像できない。例えばインフルエンザが8月に猛威を振るみたいな感じの印象なんです、僕にとっては。それちょっとないよねっていう思っていますけど。この質問は千南タコさんからの質問でした。一旦ここで曲を挟みましょうかね。キスネームニコニコのりちゃんからのリクエストで、ゆず、友旅立ちの時。
き続きよろしく。どうしましょう。じゃあ引き続きキスナーの皆さんからのメッセージ質問などご紹介していきますか。はい、じゃあお願いします。はい、キスネームお芋さんからの質問です。宮沢先生にお伺いしたいのですが、コロナの新型が出て感染力が強いと言われていますが、今まで通りマスク、こまめに手洗い、うがい、どんちゃん騒ぎをしないという対策で大丈夫でしょうか。何か気をつけた方がいいことはありますか。ワクチン接種ですが、今までかからなかった人でも接種した方がいいでしょうか。副反応が怖くて…すみませんが教えてくださいというメッセージです。あの今まで通り、まあ、僕ずっと100分の1作戦って言ってるんですけど、うまいことを逃れてくださいよと。あのこれはね、このウイルスっていうのはおそらくね、ワクチン、まあ楽観論もあるんですけども、僕はワクチンができたとしてもしばらくややこし事態は続くと思っていて、下手すりゃ 3,4 年なんですよ。そうした時にこういう生活をねずっと続けてたら、もうみんな偉いことになりますし、子供たちもなんかどういう子供になっちゃうのかってちょっと心配なんですよね。それでこれはもう本当ミニマムで逃れて行きたいと思っていて、で、まあ、100分の1作戦の中でもですね、もう本当に簡略化したものでですね、まあ、簡単に逃れてこう本当に過剰な防衛はやめた方がいいと思っています。ですので今回変異株が出たとしてもですね、 1. 数倍でしたら、僕たちはね、もともとイギリスとか欧米に比べたら20倍とか30倍とか強いわけで、感染しないわけ でこんだけ一生懸命 PCR しても 0. 数パーセントしか感染してないわけで、今まで通りによりも戻し今まで通りか今までよりも戻してですね、気軽にですね、ちょっとストレスなくウイルスから逃れてほしいなと思ってます。これ本当に長丁はなる可能性が高いと思ってます、ワクチンができても。ですので、あとそのカラオケとかね、そういうまあイベントとかをなんとかしたいというのが僕今ちょっと目標にしてて、でこれはね、もう検査するしかないのかなと思ってるんですよ。もうしょうがない、利用者がそれで、それをですね、今は PCR の検査で何千円とか何万円とかする、それから、抗原検査も、まあ、1万円とか8000円とか、まあ売ってるところで4000円とか、これをね500円とか300円ぐらいにしたいんですよ。でそれをその辺にポイッと置いとけば、今日飲みに行く時にね、自分で検査して、で陽性やったらちょっと今日やめとくかって話、陽性になってもジタバタしない、騒がない、それで陰性だってことで分かって、それで皆さんこうライブに行って大騒ぎするっていうことにするしかないんじゃないのって僕は思ってます。はい、これについては慎吾さんどのようなご意見ですか。いや、それについてよりもね、先生今日なんかワクチンについて話したいっていう話があったんですか。そうですね、これはですね微妙な問題があって、そのワクチンでその楽観論出てるんですけど、先ほど言ったように変異株というのがあって、それで逃げていってしまう可能性があると、で、確かにね抗体は逃げていってしまうんだけど、細胞性免疫は結構しっかりちょっとした変異でも対応できるってことで、まあ、宮坂先生とかは大丈夫だよって言ってるんですけども、まあそうなのかなっていうのもあって、やってみないとわからない。で、まあ、動物のコロナウイルスだとね結構逃げられちゃっているっていうところがあって、でそれが問題だと。それからもう一つの問題は、ワクチンがまだ皆さんいろんなメーカーのが出てて、だけどあんまりその区別されてないですよね。でそれぞれのワクチンがそれぞれの特徴あって、で全部が全部ね、全部のワクチンがねいいとは限らないとか、そんなことは絶対ないですよ。いいワクチン全部がいいんだったら、もう絶対みんな同じ方法でやるとか、もうコストが安い方法でやると。これ本当にワクチン難しいウイルスだったので、ファイザーが全く新しいやつでトライしてきたわけで、そんなに簡単じゃないわけですよ。でそのいろんなワクチンを打った時に、まあ、副反応の問題もあるけれど、それから変異種によって変異株によって逃げられるってこともあるんだけど、逆効果もある可能性もあるってことだけはちょっと頭に置いといてほしい。それはワクチン接種をすることで、そうです、ワクチン接種をすることで逆効果になるってことが動物でも見られてるし、要は感染しやすくなるとか、あるいは発症しやすくなるっていうのがあるんですよ、このウイルスに関しては。このウイルス、コロナウイルス、あるいは
デングウイルスとかこういうあの特殊なウイルスはですね、そのワクチンを打ったことによって逆効果になるってことが ありますので、でそれをですね頭の片隅に置いといてほしいなと思うんですよ。で僕が少し危惧しているのは、そのワクチンを打った時にね、もしも逆効果がありこの変異種に対して変異株に関してワクチンを打った人は脆弱ですよってことが分かった場合、ちょっと大混乱になってしまうなっていうのを思っています。ちなみにその逆効果っていうのは動物では見られたけれども人間ではどうなんですか？人間でもそういうことは試験管内の試験ですけども、それでそういう逆効果の抗体ができるっていうことはもう証明されてますし、大阪大学でもそういう抗体作ったら逆効果が見られたっていうのも、まだプリプリントの状態ですけどあると、それも新しい僕その逆効果になるそのメカニズムっていうのを、教科書レベルでは知ってるんですけど、全く新しいメカニズムで、また逆効果になるっていうことがあるってことが分かった。それは新型コロナのワクチンに関してですか？新型コロナに対する抗体を使うと逆にウイルスが細胞に結合しやすくなったっていう論文が出たんですよね。でさらにですね、先月の終わり頃のサイエンスに出た論文ですけども、抗体って実は遠さで収束されるんですよ。ちょっと難しい話なんですけども、抗体ができるでしょ、抗体も何種類もあるんですけど、抗体ができた時に、お尻のところに糖の鎖がつくんですよ、フコシルっていうんですけど、それがつくやつとつかないやつがあるんですけども、それぞれ比率は変わってくるんですけども、それがつくタイミング、そのフコシル化された、ウイルス抗体遠さがついた抗体ができるタイミングが重要だっていう論文が出てまして、その遠さがつくつかないではなくつくタイミング、つくとですね、逆に免疫を活性化させて重症化させてしまう、いう論文が出てるんですよ。ですので抗体つってもなんか みんなが考えてるほど単純なものじゃなくて重症化にも関わってるっていうことを頭に入れてほしい。でどういう抗体が誘導されるのかっていうのも問題ですし、それから相性、ウイルスの相性、今の新型コロナには相性バッチリだけど、ちょっとずれると、そのいい抗体が悪い抗体に化けちゃうこともあるし、っていうのもあって本当に難しいんですよ。でこれをちょっとでも言うとですね、結構叩かれてそんなことないだろうって言うんだけど、いや今までの研究からするとそういうこと分かってるので、本当に何でもかんでもね、ワクチンならいいかっていうとそうじゃないんですよ。でそれがどれがいいんですかっていうのは僕はまだ分からない状態だと思ってます。ですので分からない状態のままね突っ走るのはちょっと怖いなっていうのが正直なところで、ですのでリスクヘッジをしておいた方がいいんじゃないんですかっていうことを言ってるわけですね。ただイギリスの友達に言うと、いやそんなことなんか今本当に抑えないとまずいから、もう一気にやっちゃうんだっていうことを言ってたんですけども、日本はそこまでね博打を打つ必要があるのかなっていうのはちょっと考えてます、ちなみにこの質問くださったお芋さん、の場合は今までかからなかった人でも接種した方がいいですかっていう質問なんですけど、それについてはどうでしょうか？ちゃんとねウイルスの感染メカニズムが分かって、どういう場面で感染してどうやったら逃れるかってことをきっちり分かっている人であれば、そんなに急いで打つ必要は僕はないと思ってます、もちろんそのハイリスクグループ、かかったら重症化してしまう人は打った方がいいのかもしれないし、お医者さんはお医者さんの人とも議論になって、すごい熱い議論にもなったんですけども、そうは言っても本当に感染してしまったら恐ろしいことになるから、自分がねお医者さんがだからもう打つんだっていう人もいますし、いろんな考え方があると思うんですけども、でもウイルス研究者がどういうことを危惧してるかっていうことはちょっと頭の中に入れておいてほしいなって思ってます。本当にバラ、簡単にバラ色の世界は僕ら描けてないんですよ、もしかしたらとんでもないことになってしまう可能性も否定はできないっていう、それが確率は何パーセントなんですか、それも言えない、わからないって話ですね。緊急承認
あの今までねこのコロナウイルスっていうのは人間に、まあ、あの7種類って今回8種類目、まあ、あのまあ多くの人は7種類目って言ってんですけど、実際、冬に流行ってるのは4種類なんですけども、それとの複雑なねまた絡み合いもやってるはずなんですよ。今回市中に流行ってるのは1種類じゃないんですよ。旧型のも流行ってるので、旧型との相性、相性の問題があるので、この相性全部調べてるわけじゃないんでね。で人によっても反応も違うので、どうなのかな。もちろん急性毒性とかね、アナフィラキシーとかも怖いっちゃ怖いっていうか、あの問題になってるんですけど、僕たちはそれよりも後のこと考えてて、あのそれを危惧しているんですけど、それをね議論するような風潮がないっていうのがちょっと僕怖くて、あの議論 させてほしいんだけど、ちょっとでもそういうことを言おうとすると、ものすごい、まあ、あのお医者さんからもバッシング受けてしまうという。だけど僕たちウイルスコロナを知ってるウイルス研究者はその辺いろいろあのどうなのかどうなのかっていうのは、うちうちでは議論しているところですね。神保さんいかがでしょう。いや、まあ、多分あのお医者さんの側に立てば、少なくとも現状流行っている方の少なくともファイザーが4万人の臨床試験をした結果に基づくと、4万人臨床試験をしましたと、そのうち、発症を防ぐ、まああのまあ、簡単に言うと100人発症した、何もしないと100人発症したところを5人の発症で止めてますと、95人発症を止めましたという以上のデータはないというか、データはそれしかないん で、そのデータに関しては、まあ、おそらく信じられるだろうと、考えたときにやっぱり打った方がいいんじゃないのっていうきっと話の流れで、それ以上の話はどこにもないですよ。で、だけど僕たちはその先を逃れた変異株が出た時のその影響とか他の、既存の、まあ、今の話はそうですよね。だからそれに関して言うともう分かんないことだらけで、そう、あのウイルス対ワクチンの話じゃなくて、どんな変異株が出るか分からないし、どんな変異をするか分からないわけで、それは何かの変異がそのウイルスに対してじゃなくてワクチンに対してネガティブなあのことになるウイルスも出るかもしれないし、ね、ワクチン関係なしにそもそもものすごくネガティブなあのウイルスが出るかもしれないし、そうですね、足は引っ張りたくないんですよ、ワクチンのね、ワクチンの足は引っ張りたくないんだけど、あのそういう危険性があるということだけは頭の片隅に置いといてほしいなっていうのが、だからこれはもう常識のレベルだけども、ワクチンのできない病気もあるわけですよ。まあ、あの HIV なんかは典型なんだけど、HIV で何回もワクチン作ろうとしたんだけど、HIV でワクチンを作ろうとすると抗体はできるんだけど、この抗体は何の役にも立たない抗体で、病気の感染も発症も抑えられないと。それとは全く違うやつで、今度は逆にさっき言ったネガティブな病気を加速させるような抗体しかできないようなワクチンも病気もあって、そのワクチンはできたんだけど、そのワクチンを使うとかえって病気が重くなるっていう。でたまさか今のファイザーに関して言うと、どうもその、病気を発症を抑えたり感染を抑えたりする方向性の、抗体がたくさんできるワクチンができましたよと報じられてるんで、まあ、それを我々はあの信じるしかないという状況。そうですね、あのファイザーに関してはすごいいいデータ出てるんですけども、じゃあ他のもね、あの普通にいろんなやり方であのやって全部うまくいくかって、それは全く保証はないです。ですので、その辺をね一緒に考えないでほしいと思っています。じゃあファイザーをしてるわけでもなく、あとですね、やっぱりね、僕ちょっと引っかかるのが、例えば免疫をねグワッと上げることっていいことなのか悪いことなのかちょっとよくわかんないんですよ。というのは、免疫って多分その僕たちの免疫の力っていうのは、まあ、青天井じゃなくて限定されていて100とするじゃないですか。それでね、ワクチンを打って例えば30ぐらいその新型コロナウイルスに対する、あの免疫をグワッとつけたとしたら、他の病気に対して手薄にならへんかなっていうのはちょっと、免疫ってそういう、いや、わかんないです、わかんないです。そんなら僕いい加減だっていうかもしれないんだけど、常にね、あのそういうあのこう臨戦態勢になってるのはちょっと不利なような気がするんですけど、であくまでもね、やっぱり流行期の時に
免疫つけた、特にこれは逃げ回るウイルスなので、うん、そのドンピシャのやつを流行期の前に、免疫つけるっていうのが僕はセオリーじゃない、だってインフルエンザってそうじゃないですか、うん、じゃあその流行る時期にピンポイントで打つのがいい、うん、じゃあセオリーじゃないのかなって僕は思うんですけど、うん、まあ反対する人は反対すると思いますけど、うん、じゃあ夏場とかに打ってもっていう、なんかもったいない気がしますけどね、うん、体が疲れちゃうだけなんじゃないかなとか思っちゃいます、うん、それだけエネルギー使ってるわけですね、消費してる。免疫っていうのは、免疫高めていけば、じゃあずっとウイルスにかからないわけでいいじゃないかって話もあるけど、うん、いや、それはできないです、うん、僕たちは。熱ずっと出っ放しみたいになっちゃうんでね。うん、次の質問いきますか。はいはい。はい、キスネームシンさんからの質問です。よくニュースで携帯電話の位置情報で、主要駅周辺の人出の情報です。先週より増えているとか減っているとかって、そういう情報は何か意味があるんでしょうか。極端な話、全員がマスクをして無言で歩いているだけなら感染と直接関係ないと思うのですが、というメッセージです。私もそう思います。はい、はい、人出と、感染は別パラメーターなので、うん、それは指標にはならない。もちろんね、どんちゃん騒ぎしてる人の割合が上昇しましたって言うんだったら意味があるけど、そんな人で、だって映ってないところで、感染が成立してないところの人で調べたって意味はないと僕は思うんですけどね。まあ、それと関連して、まあ、どんちゃん騒ぎしてる人が相関してるのかもしれないですけど、でもね、みんなおとなしく8時に帰ってれば、昼間にどんだけ人出が多くたって関係ないよね。そうですよね。時間帯によるかもしれないですね。こういう収益周辺は、この出勤の時とかの時間帯なのか、夜9時以降の時間帯なのかで、やっぱり意味は変わってくるでしょうね。そうなんですね。だから僕は人流っていうのは、人流っていうのは嫌いです。人の流れっていうのは嫌いですね。それで指標にするのはおかしいでしょってずっと言ってますけど。じゃあ恵美子ちゃんから。はい、まだ質問あるので紹介します。キスネームヒデさんからです。宮沢先生に質問です。ランニングや山登りでマスクをしている人を多く見かけるのですが、野外ですれ違うだけでコロナに感染する可能性はあるのでしょうか。私は現実的な可能性はないと思うので、野外でのマスクはしていませんという内容です。あ、いらないですね。いらないですか、はい、ゼロじゃないですよ、もちろんね、はい、ゼロじゃないけど、まあ、ほぼないでしょうね。それは会話して会話を長時間立ち話で近接してやってたら、それはなんかあるかもしれませんけど、あともしかしたらずっとタンデムでもう1メートル間隔でずっと2時間走ってたら、それは分かりませんけど、そういうことがない限りは、うん、まあ、すれ違うのは問題ないでしょうね。あ、一瞬だったら大丈夫。あと私個人的に気になるんですけど、今不織布マスク警察みたいなのがちょっとうるさいじゃないですか、うん、で私結構不織布マスクをすると肌荒れしてしまうので、うん、ウレタンマスクとかを使ってるんですけど、最近、いやそういうの効果ないって言われるしねみたいなのを目の前で言われると、これも良くないのかなって思うんですけど、マスクの素材とかはどうですか。そもそもね、マスクがいる場面なのかっていうところを考えてほしいんですけど、例えば、はい、電車の中でマスクいるんですかと、はい、だって電車の中で喋ってへんかったら別にいらんでしょと、うん、ということで、うん、まあ、そもそも論としてマスクいるところではマスクしていただくんですけども、うん、まあ、本当に例えば高齢者と喋るときに、はい、ウレタンマスクで長時間喋ったらこれはまずいと思いますけど、あ、まあ、そういうことがない限り、うん、そんなに僕はそもそも論としてマスクが必要な場面っていうのは限られているので、うん、普段からずっとね、だから不織布マスクをしていなきゃいけないのかって、ちょっと特にね、今ね、流行期でもないわけですよ、はい、でその夏とかにマスクしてるのどこまで意味があるのかっていうのは思ってますけどね。なるほど。病院とか行くと不織布じゃないマスクの人は買わされたりします。まあ、病院の場合はしょうがないかなと思いますけどね。不織布で来てください、うん、そういう場では必要だけれどもっていうことですね、うん、はい、では続いての質問を紹介します。キスネーム大好物はドリトスさんからです。宮沢先生に質問します。ハンドドライヤーやジェットタオルはコロナで使用禁止になっていますが、先生はどう思われますか。私はきれいに洗った後だからコロナがうつるわけないと思うし、使用禁止になっているのでトイレの後に手を洗わない人が増えたとも聞きます。嘘そうなん
なの？どうなんでしょう。でもいるのかな。メーカーも反論していないように。な感じですが、使用復活してほしいなと思います。あのよく洗った後だったら全然構わないと思うんですよ、はい、で、うん、そもそもねこう接触感染でそんなにたくさん手につかないんで、はい、僕はあんま気にする必要ないと思ってるんですけど、うん、あの洗った後だったらなおさらですよね。だから僕もあの復活させてほしいと思うんですけど、他の菌は知りません。あの例えばノロとかは結構少量でもうつるのであれまずいのかもしれないけど、コロナに関してはそんなにあれ気にする必要ないんじゃないのと思ってるんですけど。でもノロだとうつっちゃうんですね。ノロはね少量でもうつるっていう、でもそれもどこまで本当か分かんないですけどね、そうなるとなんかノロって別にねいつでもあるもんだから、 その時期になるとそうですね、まあね、ノロ流行期はやめた方がいいかもしれないですけど、あれコロナはあんまり意味ないと思うけどな、やってもいいと思うけど、でも結構怒ってしまいますね。あれをとにかくやってたらダメだとかなんか言ってして、今どこ行ってもダメですね。そうですね、ちょっと不便ですよね。で洗わなくなる人が出る可能性はある。辛坊さんもそうでしたっけ？いや私は洗わないけど拭かれ洗わない私は洗わんけどもお尻を紙で拭かないだけです。あ、そっちかそっちか。もうない時はもう髪の毛で拭いてます。どうなの？これどうなの？ちょっと一気に拭きますか？あるある。男性は髪の毛で拭くんですか？いや困っちゃうとポケットに入れて、あないわと思ってどうしようと思って。ウイルス学者の先生がそれするならいいのかもしれないですね。いやいや、あんま真似しないでください。ダメですか。良い子は真似しない。マスクもね、社会的連帯っていう意味があるからね。だから、なんでもそうなんだよ、今もう、はい、もう、あ、これは過剰っていうかさ、無意味だなと思うことは世の中にいっぱいあるんだけども、やっぱりこういう時代だから、もうあの、めんどくさいこと言わずに社会的連帯を示すという意味で、いやだけど多分できない人もいるわけですよ。だから不織布柄のマスク、あの売れたマスク作るとか。大体不織布マスク作ったってだね、ほとんどの人も周り好き好きだからあんなもん何年も経ってねえわそれ。あれだって実際に私昔ね不織布マスクで新型コロナの前にどの程度周りから空気が漏れてるのかという実験するために強力両面粘着テープを周りの四隅の紙片に全部貼ってピタッとくっつけたことがあるんですけど、苦しくてそんなもんね。だから苦しくないということはもう隙間から空気漏れ倒してるわけだから、それ何の意味があるんだよそれ。大粒はキャッチしてるんでしょ。まあね、大粒キャッチするだけならウレタンマスクだっていいじゃないか、布マスクだって。その通りですね。どうしましょう。どうしましょう。本当にあの、僕が何か言うといろいろあの物議かぼすので何も言えません。はい。何か言うために来たんじゃないですか。だいぶ言ってますよ。はい。はい。では。ということで今日の発言はすべて、ピアニスト宮沢さんがすべての責任を負います。僕ピアニストですね。はい。もう一つお便りあるので行きましょうか。キスネーム阪神難波線ユーザーさんからです。宮沢孝之先生がいらっしゃるということで質問が一つ。タバコによってウイルスに感染することはないのでしょうか。え、人のタバコの煙が当たるたびに少し気になってしまいます。気にしすぎでしょうかという質問です。気にしすぎではないですかね。まあそうですね、常識的に考えると、まあ、あのタバコの煙から出る、タバコの先から出る煙、あ、口から出る煙か、口から出る煙ならないとは言えない、ないとは言えないけど量が足りないと思うんですよ。だからその人から口から出る煙を横にいて全部吸い込んで感染するかどうかっていうレベルでだと思いますよ。それも長時間ね。長時間。でも最近私も同じく受動喫煙、歩きタバコの受動喫煙すごく気になるようになって、真後ろ歩いててこう言ったらこの人の呼気かって思うようになって、呼気を吸ってんのかって思うとやっぱり余計にこう、いやだからそもそも歩きタバコ自体ダメだって。そうそう、ダメなんですけど余計に気になるようになって。関係なしにダメだろそれ。ね、はい、ダメだと思います。はい、質問はこれで以上ですね。なんか最後言い残したことないですか。いや、そっちでしょ。えそっちでしょ。いや、僕もうあと今ね、自分のことに手一杯で。後で、あの、そうですね、僕もそういう人生を歩みたいです。え、最後ですか。最後言うな。カウントダウン
最後じゃねえわ。みんな最後だと思いやがってくそ。いうことでね、はい、宮沢さんとおそらく私がこの場所でお目にかかるのは最後かもしれませんが、ね、まだまだあの番組続きますね、はいはい、ちょうど ね、 ちょっとね今年1年だったんですね。去年のこの日です。ああそうですか。まだちょっとね宮沢さんには活躍していただかなきゃ社会的にいけませんので頑張ってください、はい、応援してますから、はい、心を病んで、ね、死んだりしないように、はいはい、大丈夫です大丈夫ですか、はいはい、大丈夫ですね。これ、はい、多分大丈夫だと思うが。ということでここまでのお相手は宮沢先生と、どうぞお名前を。宮沢、え、ピアニスト宮沢、はい、辛坊と臼田ジュリアと加納恵美子でお届けしました。また来週、さようなら。